名古屋からアニメを。2020年放映を目指す名古屋初の本格的アニメのタイトルは四季桜。そのアニメの制作風景を裏側まで見せていくのがこの番組、名古屋アニメプロジェクト。前回までの名古屋アニでは半年以上かけて行われてきたキャラクターデザインのアイディアを見てきました。今回は高2の女子2人のデザインから。全くバラバラの印象だったキャラクターでしたが、前回のデザインは統一感もあり可愛くなっていました。このデザインがどのように変わるのでしょうか。次がちょっともうまとめて書いちゃったんですけど、高2の女の子フード好きだな。褒められながらそこちょっと頑張っちゃいました。出てますよ。ちょっと一応こういうちょっと面白いですけどね、はい、低い背の低い女の子がいたらいいんですけど、っていうと活発な子。あ、もう俺その子好き。でこの子はちょっとこれ、あのチアリーダー、はい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 、前なんかちょっとねバイク乗ってたりみたいなのがあったんだけど、じゃなくてなんかこう、あ、俺こっちの方が好き。高校とかだとチアリーダーってなんか活発な感じあるじゃないですか。いい、おでこ出してた方が良かったの。おでこ出てる、あ、ビーチあげるみたいな。あー、ピロンってなっちゃうんですか。俺こっちの方がいいっすね。好みの問題。3対1で負けちゃったっすよ。でしかもこの子ちょっとこだわりがあって日焼けしてるんですよ。いや、いいと思います。素晴らしい。これ日焼けの後あるの。いや、素晴らしい。いや、やっぱチアリーディングはね、外で練習します。外で練習するからね。続いては高3の男子のデザイン。パッと見特徴が少なく、これまでまだ一度しかアイディアが上がっていませんでした。その理由とは。これがこれ特徴あんまなくないですか。難しいですよね。正直実はこれすごい迷ってて、自分たちの中でも実は掴めてなくって意外と、上のあの子とかに比べるとそう、やばりかかりやすい。なんかすげえ影薄すぎて、そう考えたんですよね。メガネかけてた方がいいのかなみたいな、落ち着いた感じでね、の方がいいのかなと思って、まあじゃあちょっと全身角度こんな感じなのかなと、いうところで相当これ迷いながら描いてるから、これこんだけいろんな要素があるな、本当その髪型とか、そうですね、自分たちの中で決めきれてないもんだから、すみません、こういうの髪型と含め表情含めどうなんだろうなみたいな感じで、なんか性格も顔から出てる感じですけど、ああいう感じなんですか、性格って。でもデザインで悩むぐらいだったら、一旦キャラ変えてもいいですけどね。ああ、そういうことか。あれか、この辺基本的にこの子の、俺もなんか右かなと思ったんですよ。右上から。あ、この辺ですか。そうだよね。キャラに個性出すんだったら、やっぱりその性格付けとかで、シナリオ上この子は、そのお嬢様の素体になってる方が好きなので、まあ、名古屋8がバラバラになるのが困るから、そういう立ち回りをするということなんで、優しい方がまあいいのかなと思ったんだけど、キャラクターの方向性が定まらず難航しますが、この後白熱したトークに突如シフトチェンジします。あ、でもあの一人いるじゃないですか、あのブリーチにさ、アイゼンっていうキャラクター、わかります？仲間の中のすごい頭も切れるで、平和で、はいはい、中性的な感じの優しいリーダー的な存在だった人間が、実はあの一番凶悪だったっていう、裏切り者だった。そう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 、その時はそれこそああいうウェービーな感じの髪の毛だって爽やかな感じだったのに、裏切るとオールバックみたいになってっていうね、表情がもう一変するみたいな、はいはいはい、だからなんか そこに似てるなと思いましたね。 なるほど。その兄貴肌というかね、まあ、一応そういうキャラクターですもんね。そう、お兄さん役なので、そうですね、そこはまあ、ね、かなり意識はしていたので、いわゆる大人っていう感覚をどう出していこうかっていうところに一旦は焦点を絞ったというところなので、このとこ髪型のとことかも見てもらうと、はいはい、A、B、C ってあるんだけど、まあ、A とか C とかいいですね。そう、こういう緩いウェーブかかってるやつとかだと、まあ大人っぽくってね、なって。僕は右上ですけどね。ああ、右上、はい、普段 C で右上になるだったらいいかもしれない。ああ、そうだね。そうですね、なのでこの顔のところに関しては、まあ、いわゆるそのちょっとこう、まあ、二面性っていう言葉が合うのかどうかわかんないですけど、まあ、そういう、こう雰囲気がね、ちょっと変わるよと。
まあ、よくあるじゃないですか、メガネキラーンって光って、メガネ光ってる時目の奥見えないみたいな時とかで、何考えてるか分かんないみたいな、なんかそういうとのとかも使えるのかなみたいな。やっぱでも左側だとちょっと印象が限りますね。他のキャラクターが立ってるだけあって、並んでみると余計にそうなっちゃいますよね。なんか沈んじゃうというか、ぼやけちゃうところがあると思うから、まあ、そこは非常に気を使いながらもですね。でもこれいいね、この C とかにしといて、その普段日常生活は優しいんだけど、うんうんうん、いざお嬢さん守るっていうような事案が発生した時はもう右上でね、足手まといを置いていくぐらいの、うんうん、はいはいはい、ね、そんな感じで一応書きました、うん、はい。次回の名古屋には、で、女性から叩かれるんですよ、うん、いいじゃん使わないかこれ。キャラクターデザインに意外な盲点が、お楽しみに。東海エリア初四季桜制作委員会発足。東海エリアを舞台に、東海エリアのアニメーター声優での制作を目指します。そして声優オーディションの開催も決定。アニメ声優になれるチャンス、ぜひチャレンジを。詳しくはカタカナで名古屋声優と検索してください。中をご覧の皆さん、こんにちは。声優をやらせていただいております三上しおりと大久保ルミです。この度10月28日日曜日に中京テレビ本社1階プラザシーホールにてデラガヤトークイベントを開催いたします。ありがとうございます。デラガヤイベントは、はい、吉尾さん、男性声優さんが今までやられてたんですけれども、はい、今回は初の女性のねイベントということなんで、ありがたいですね。ありがたい、楽しみだね、名古屋ね。名古屋美味しいものいっぱい食べて、味噌煮込みうどんが食べたい、卵を落としたやつ、わかる、うん、串カツも食べたい、あーいいね、食べたい、うん、はい、ということで皆さんぜひイベントにお越しください。待ってます。